い、チコミさんいらっしゃいませ、こんばんは、ユンじゃないスイッチですね。はい、どうも、こんばんは。底辺の音書いて、帝王というの新帝王です。なんてお手半ですか、ホモーダホモーさんいらっしゃいませ、はい。今日のユーハオ寿司ですね。はい、横見さんいらっしゃいませ、そうですね。ペルスがもう大体2週間ぶりですからね、はい。この時間は平日の夜の部ということで、プレイステーション2ソフトのペルソナ4での、あ、いや、ここだけです。オープニングのムービーだけ大きいんですよ。だから、題して、資産がない底辺も3がやれずに4は遊ぶ配信、その37でお送りします。ね、だからね、ムービー大きいかなと思って音小さくしたらゲーム入ったらね、逆にゲーね、音が小さくなるから、ちょっとムービーだけはね、バランス悪いんですよね。だからここ入ったらまあ普通になると思いますからね。はい。ってことで、前回2週間前ですよね。ただなんか、犯人でしたっけ？トイレ行ってきます。ね、うん。はい、行ってらっしゃい。はい、6個目線いらっしゃいませ。こんばんは。生ためだかってやつをね、ボスを倒したところで終わったんでしたっけ？確か。それで、クリアってわけでもないで、なんか真犯人がいるんでしたっけ？よくわからんけど。まあ、そこからの再開ですね。ちょっと思い出しながらやっていきましょうか。生卵だか、はい。生卵でしたっけ。はい。安倍晋也さんいらっしゃいますね。学校ですよね。雨が多分、俺は普通に進めりゃいいのかね。多分今男女もう行けないのかな。確かまだ花村の育成っていうか、コミが上がりきってないんじゃなかった。これ関係。花村、あれ花村マックスだっけあれ。はい、ジェンドさんいらっしゃいませ、こんばんは。ユキコ、マーガレット、カンジ、ドジマ、ヤです。はい。ゴロツキさんもいらっしゃいますが、まあ、で、理性と知恵とあれしましたね。7個あれして。はい、花村ですね。はい。レバー先生いらっしゃいますが、まあ、今日は僕、ね、昨日の母の日のあれで、平日だからはま寿司で。寿司、なんとなく。なんで足立の子がないの？さあ、なんで？ね、熊。こういう、ね、多分、熊とかね、なんか。ハマン寿司営業してたんだ。ハマン寿司持ち帰りで。なんで塩プレゼントするの？だ、今日は寿司食いましたから、ね、今、満腹で。漢字の米あげろよー。だから、あげろって言っても、あげられないんですけど、ペースなすげえ、ね、だから、犯人だから捕まれたところであれしたと思うんですが、はい。どうも、ザテトラクさんいらっしゃいますが、まあ、はい。痛まないように、まあ、とりあえずね、あれしましたよ。はい。カズ数覚えてない。はい。21個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい。7個、23個目さんいらっしゃいませ。だって、確か実習とどうでしたって。漢字あげられないでしょ。7個どうなのかな、わかんない。どうなってんのかね、ちょっとその辺わかんないけど。ねえ、漢字どうでしたっけ？何言ってんですか？風、外食じゃないです。持ち帰りで。ハマン様に罵倒されてきたの？なんでハマン様、ハマン様は出てこない。はい、32個目さんいらっしゃいますが。ごめん、おい、早い早い早い。大きな国の木下さんいらっしゃいます。ごめん。外食の時は3人。だ、持ち帰りですよ。持ち帰りで僕が取りに行って帰ったんですよ。こんな時期に寿司屋だってあれでしょ。ねえ、行きたくないでしょ。で、漢字どこだっけ？漢字いない？持ち帰りか。ほら、漢字どっかいなくなったから、ねえ、ありられないんですよ。てか今日は雨だからあれなのかな？はい？一年生の廊下？サビ抜き。いや、サビはいけますよ、別に。ていうか、はま寿司ってサビって最初ついてないんですよね、自分でわさびあれしてね、つけるっていうか、漢字いる？漢字ってね、いないじゃん。ほら、雨だからかね、雨だからイベントできないから、
いないんじゃないかね。雨の日は声上げられるキャラほとんどいないよ。ねえ。サビ抜きの寿司許せる？え？別にいいです。ほとんどなんか食いませんよ。なばかな。ジュネスはどうなの？いける？でも、あれだから無理かね。フードコートに集まりますか。今の東京ラブストーリー意識したの？内緒。入る。今日はちょっと寒いね。みんな大丈夫？値段高いだけで大したことないから。いや、寿司三昧は行かないってみんなわかんないけど。テレビ入れる？ん？じゃあ行きますか。行けるには行けるの？どうしよう。レベル上げした方がいい？あの日、あの時、あの場所で。まだラスボスだかいるんでしょ？ねえ。あ、先生、探索行く？ねえ。しなくていいぞ。しなくていい。どうだって。ねえ、今。11月末でセーブデータを開けておくことをおすすめします。それ前に終わりなかった？入ると重要な分岐があります。ねえ、64でクリアできる？だから多分それ、レバサイさん前も言ったでしょ、多分。前の配信終わりの時に。だからセーブデータ確かね、まあ前回、2つ作んなかった同じデータ、ほら。ねえ。だから分岐だから取って終わるから、あれですけど。はい、55個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。なはおとはいいのも。なんでいいの？テレビに落としたらどういうこと？はい、57個目さん、58個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。ようわからんけど、何いいの？レベル上げしなくて。それスパロボでしょ。もう終わったでしょ。YouTube にあのね、新スパロボの動画も上がってるから、もし興味ある人は見といて。そんなに、腹に入るって前に、その前にお金が底つきますよ。そんなにね、ごちそうできるね、金ありませんよ。いいの帰っちゃって。帰っちゃうクマ？わかったクマ、クマいいの本当にレベル上げしなくて、後で積んじゃわない？大丈夫？それなんかいろいろ混じってません。アサリ汁飲みました？飲まない。ナナコちゃんは入院したまんまってこと？いいの？ガンガンに日付進めて。知らないよ。大丈夫？なんで給付金で全部寿司にも使うんですか？今日はテレビの中に、何もできない。11月は進めて OK。12月に重要な選択が来ました。いや、イベントのあれはいいんですが、レベルとか大丈夫？もっと鍛えなくて大丈夫？ナノコとの面会まだ無理そうだ。今はナノコの回復を待つしかない。浅野ゆう子と浅野あつこがレイズするドラマ？そんなのありましたっけ？にもレベル上げとかしとかなくて、後々泣き見ない？それが気になるんですが、僕の場合。そっちの方で積むんじゃないかって、すごい内心ビクビクしてんですが。あ、ガンディだ。まだすか？ナナコちゃんと面会できるのって。俺はちゃんと助けたはず。そうなの？あ、すいません。先輩が一番しんどいってのに。今日、どっか行きますか？あ、行けるようになった。ガンディは気を使ってくれているようだ。ね、できるようになりましたね。まあ、それとこれとね、コミのランク上げるっていうのはまた別ですから。誰か上げる？なんだよ、明日も暑いのか。そうなの、明日も暑いの。土曜日か。だって、漢字使わないじゃないですかね。コミランク上げてなんかメリットある？部活は？今日って土曜日って、部活あったっけ、ねえ、こっちのがねえ、ランスきつくって何ですか？ねえ、どういうこと？だって今更使うの？ウルス新手を、これから部活だろ？ゴーキのペルスなジークフリードがいるのでより仲良くなれそうな気がする。
バスケ部で過ごしますか。A さん質問です。ダブル朝の優子とダブル朝の厚子、どちらがいいですか。それだと朝の優子じゃない。ちじゃ嬉しそうだ。皇帝のペルソナ作るときに役立つくらいかな。ねえ、そんなもんでしょう。部活動に粘り強く取り組んだ。根気が高まった。ダメだ、イベント機な。もう一回やんないと。ない。何やろうかね。土曜日って。勇気の方のバイトも無理。誰？ちょっと知らない。知らない。その二人は知らない。ダメか。バイトはできない。何しよう。バイト。封筒貼り。ねえ。封筒貼りしましょうか。ねえ、給付金の申請の、ねえ、書類優勝するためにね、封筒も作んなきゃ。はーい、ホタルイカさんいらっしゃいませ。ペルソナ、ひたすら封筒貼りをした。釣りに行くって誰を釣るんですか。魚に決まってんでしょ。続けたまえ。はい、チョモさんいらっしゃいませ。こんばんは。老人が大勢待ってるんですよ。そうねえ、だから封筒貼りのバイトして、手伝わなきゃ。日曜日、すべきことはすべてやった。今日は何する？お金を、でもあんまないもんな。どこ行こう？街出る？昼飯と夕飯と昨日何回抜いたか聞かせてもらおう。昼飯はご飯と味噌汁とカルパスで、夕飯は寿司で、昨日何回抜いたかは、ないしょ。釣り竿って名字の人こないだ見つけたよ。本当に？エッチ。たまにカルパスで飯食うけど合うの？食べてみたら？じゃあ試してみたいじゃないですか。カルパスとご飯合うか。ねえ。人に聞かないで自分で試してくださいよ。はい、87個目さんいらっしゃいました。夕飯家族と寿司ですよ。ってことですね。何ですか。そうか、お前のバイトの仕事が遅いから給付金の申請用紙が来ないんですね。僕のせい。後悔。僕が悪いの。僕なんかはライフね、そんな生命線にっていうかしちゃダメですよ。なんかないかね。この子誰？霧はどんなんだってお母さんが言ってたよ。霧でお父さんが死んじゃえばいいってお母さんこの前見てた子は。お父さんも言ってたよ。会社のなんとかさんが死なないかなーって。そんなの毎日言ってんのか。うん、よく言ってるよ。死んじゃえーってね。帝王は高級住宅街に住まいあるって聞きましたが、坪単価をいくらですか。そんな坪単価とかね、そんな大したことない田舎ですよ。はい、95個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。何が妖艇ちゃんですか。霧はどんなんだってお母さんがな、これ霧。なんなの、この二人は。知らんけど。やることない日曜日。いるぞ、なんか。しょうがない。こいつで我慢しとく。おったんさんじゃありませんよ。はい、BBQ さん。こいつとなんかあれしてもいいことある？漢字と、ねえ、いいことある？ねえ、うざそうだし、漢字は嬉しそうだ。むしろ本命だろ、いい加減にしろ。何が本命ですか。皆さんにあげますよ、漢字なんか。いらねえ、いらねえ。中華食堂、あいや。漢字の希望でやってきた。エトーの FX プレイ動画削除されてた。なんで？なんか引っかかったの？いやー、食いたかったんですよ、中華。けど食って帰るとお袋の飯入んねえし、息子5人いんのかっつうぐらい、並べるんですよ。多分絶対俺の胃袋バレさす気ですよ、あの人。
え、髪が上がりすぎたから嫌いなんやろうな、どういうこと？辰巳漢字だな。こんなとこで何してる？誰？見りゃわかんだろ。お前警察か？何してるってどういう意味だよ。言葉通りだ。近頃いろいろ物騒だからな。あんたらがやることやってりゃもっと、もちっと沈まんじゃねえか？お前のそういう態度がな。何言ってんですか。まあいい、あんまり悪さするなよ。帝王様アフレコ上手ですね。してねえよ。何言ってんの。たく、違うとこで食うか。クソ。警察はいつもアースよ。人の顔見て怪しい。何やってるって。まあ慣れてるけどよ。すいません、先輩。とばっちり食わしまって。俺やっぱ迷惑かけてばっかす。先輩らにもお袋にも。何ですか。お袋俺のために頭下げてばっかで、白髪もすげえ増えてんすよね。ちゃんと謝れ。漢字が変わればいい。子供は親に迷惑かけるの。帝王もよく警察に何してるんだって聞かれるよね。そうっすよね。何でですか。漢字は真面目にうなずいている。親孝行とか何していいかわかんねえし。はい、107個目探してます、こんばんは。だから俺、思ったんすよ。この街、俺の力で平和にしてやるぜって。俺、迷惑ばっかかけてきたけど、これでやっと恩返しできると思うんすよ。やりましょうね、先輩。出番ないのにね。漢字の熱意が伝わってくる。漢字のことがまた少し分かった気がした。ランク2へ上がった。皇帝のペースの乱し力が増幅された。どうやらおやさん飯まだかよ。え、カンちゃん何か頼んでたっけ。カンちゃん言うなっつんだよ。てか頼んだだろ、レバニラと餃子。潰れる前に俺が潰すぞ。おら、潰して立て直すぞ。リフォームするぞ。ほら、そう、どう面白くなってきたっていうか、もう終盤じゃないの。あね、そりゃ嬉しいね。あやで食事をしてから家に帰った。で、家では何にもないもんね。何か翻訳する。ナナコちゃん狙いだよね。ナナコちゃんもう終わってるでしょ。やっと終わりそうだと泣いて喜んでますよね。泣いてはいませんがね。でも結構ペルスナもね、だいぶ長くね、やってますかね。いつでしたっけ、ペルスナ始めたのも。だって2月ぐらいじゃなかったね。もうまるまる多分2ヶ月以上かかってますからね。婚約なんかできるわけないでしょ。ナナちゃんを汚さないで、大丈夫、僕は手出さないから。動画流してるだけじゃないの。動画なんでですか。なんでわざわざプレイして動画で流すの。授業が終わった。月曜日でしょ。やることある？バイトとかある、部活か。こっちもなんか重い話だしな。ゲーム配信やれば？ゲーム配信でしょ。今現在進行形で配信してるでしょ。なんかあるっけ、月曜日って。学童保育のアルバイトができる。
これするか。なんかゲームやってたの？やってるでしょ。あんまりそういうこと言うと僕じゃなくて人造さん怒りますよ。学童保育の手伝いをした。ゆうくん、ネオフェザーマン知らねえの？何それ、ダセ。もう一回言ってみろ。幼女は今日出てこない。わあ、またゆうくんが殴るぞ、逃げろ。ゆうた真っ赤な顔で友達追いかけている。帝王がクソゲーって言っても怒らない人だから大丈夫でしょ。前怒りましたよ。子供たちに振り回されつつ世話をした。寛容さが高まった。ゆうくん、帰ろうか。もう時間遅いし。あきを帰るぞ。いつ帰ってくる？お父さんのこと？まだわからないな。俺、牛くんと帰る。やっぱり父親に会いたいのかな？そうかも。なんで切れてんの？はい、122個目していらっしゃいませ。家に帰っても私と二人でしょ。私なんて半年前に急に来た、他人だからちょっと同情したな。の子に夜も放送ありがとうございます。苦笑いをしている。はい、何でいつか数えましたか？数えませんよ。手がやってないし。123組さんいらっしゃいませ。こんばんは。旦那ね、ひどいのよ。結婚する直前になって子供がいるって言い出して、愛した人とその子供だから三人でやっていけるって思ったけど、結婚してすぐ単身赴任、中国に行っちゃった。あら、連絡はよこすけど、いないことに変わりないし。はぁ、勝手だわ。ゆうたを愛してるか。そりゃそうよ。でもほら、5歳と仲がいい子供なんてありえないでしょ。だから仕方ないのよ。エリア目を泳がせている。あの人と結婚するの早まったかしら。働かなくていいって言ってくれたから決めたんだけどって内緒よ。旦那には、だけど本気なのかどうかエリアは笑っている。そう、エロゲならね、エリのことが少し分かった気がした。うわ、このあの寄生虫じゃん。エロゲが流行ってる。さして、何ですか、これエロゲじゃないよ。学童保育の若い母親込みの欄が3に上がった。そんなことないでしょ。節制のペルスの生み出す力は増幅された。幼女のツルマンが好きなんですか？いや別に。なんで僕は皆さんみたいにロリコンじゃないからやめて。僕と皆さんを一緒くたにしないで。あの子もう家に着いたかしら。私も帰るわ。ペドだよね。アルバイトをペドでもないし。6000円。帰っても誰もいない家ってどういうあれなんでしょうね。独り身の立場になったらどういう心境になるのかね。私たちの方が正常ってことですね。異常と気づいたら40過ぎてるのに好みは15からとか言ってるやつには言われたくない。いいじゃないですか。好みは好みでしょ。何言ってんですか。ねえ。帝王は新品中でしょ。そう。もう、あんなことないっすよ。別に、中古だろうと気にしないし。そうなの。てかもう、本年では内緒だから教えませんよ。果たして僕は何歳かね。そう。62だよ。ねえ、何歳でしょう。新手はこれから部活だろ。じゃあ、これで多分、これもマックスになるかね。
今日も張り切っていこうぜ。いつも31とか言ってたのに嘘やったのか。いつ言いました？いつ31なんて言いました？33。部活動に、粘り強く取り組んだ。そうそう、マックスなんじゃないの？ねえ、何歳でしょうね。教えませんよ。たとえ、ねえ、どれだけあれしようが。え？ 40 超えた新品の10代の、そりゃ、後者でしょ。10代の中古でいいですよ。まだわかんないんだ。火曜日や。ダメでしょ。なんで皆さんだったらそんな45番の新品選ぶってこと？そこまで新品にこだわるの？遠慮しないで電車選んでもいいのよ。いや、全然いいですよ。若い子はいいですよ、別に。中古だろうと。そんな気にしませんよ。ハードオフならジャンクしなレベル。そうね。高齢の女性は常にイライラしていそうで怖いです。ねえ。何の話ですか？え？何の話？何でしょうね。ゲームの話じゃないの。40過ぎて小島って名字の女は怖い人多いよね。40超えた新品はジャンクってバカにされてますよ。手を手を OK も中古とか新品とか。僕は知らない。先輩、今日暇っすか？小島よしお。やけに食いついてくる。大顔幹事と過ごそうか。嫌だ。そうっすか。じゃあまあ暇だったらいいっすよ。大顔どうしようか。水曜日か。誰？水曜日部活じゃね？お疲れ。部活じゃないじゃない？なんか今日も部活行くような。待ってるからさ。なんだその。ま、あとでね。え？そう。はい、トトさんいらっしゃいます。こんばんは。はい。そう。え？何ですか？知らない。てか、小倉優衣って誰？小倉優衣ですか？小倉優子なら知ってるんですが。小倉優衣ですか？ちょっとわかんないですね。どうしよう、また部活行くか。水曜日部活だっけね。AV?AV なの？行くだろ、部活。声優さんか。ちょっとわかんないですね。ごめんなさい。今日も張り切っていこうぜ。はい、どうも、165名さんいらっしゃいませ。声優さん出すって。なんか言ったの？その人は。匂わせツイート。匂わせって何？彼氏がいるとかそういうこと匂わせて炎上してるってこと？ねえ、別に。小倉奈々で、小倉優子じゃないの。何言ってんすか？ヤグロブ人7個目さんいらっしゃいませ。はぁ。テーブルが内田ゆうまのツイートと一緒らしく、ああ、何するよくわかんないけど、その人と付き合ってるんじゃないかって、ねえ、別にいいじゃん、声優さんがね、男と付き合ったって。皆さんは声優さんに興味があるじゃって、ねえ、ねえ、皆さんが興味あるのは声優さんが、ねえ、演じてるキャラの方に興味があるんじゃないのってね。いや、別にどうでもいいですけど。誰なんでしょう。その人も声優さん？新手を、俺さ、もう少しバスケ続けてみるよ。アイドルじゃないでしょ。アイドル、声優さんはアイドルじゃないの。声優さんはアイドルとは違うじゃないの。ダメなの。それから勉強も習い事も全部ちゃんとやってみようと思う。張り切りすぎ。一条ができる。マレって言うんでしたっけ？サンキュー。今までさ、どうも義務感があって、それなりにやってるだけだった。そう。まあ、それだったら、まあ、ね、へぇ。まあや。ああ、重曹さえらしますよ、こんばんは。
まあそれだったらちょっとね、まあまあね、不用意だったかもしれませんが、次期投手のいいお兄さんになれるよ、頑張んなきゃな。それでも明るく笑っている。あとでちょっといいか、渡したいものがある。えいるわけないでしょ。いるわけないでしょ、そんな相手が。コメントの流れ見ると帝王も声優デビューするの。しませんよ。どこの流れ見たらそうなるの。安尾神高校藤尾。ガンダムとかドラゴンボールに出てた声優ならちょっとわかる。そう、僕もその頃だったね。なくなってるぞ。あやな。帝王は芸歴50年のベテランですよ。何の50年なの。帝王が男と付き合うって何目的だよ。ねえ、なんで男と付き合うの。はい、うん、そうですね、はい、かばいさんいらっしゃいませ。大体そうですね、20ぐらいで我慢しました。一条に言われ流すとともにやってきた。俺聞いてみたんだよね、両親とおばあ様に。俺いらない子じゃないよねってさ。カジアヤナ、ちょっとその人もわかんないですけど、うん、したらすっげえ怒られた、ね、20皿じゃないですけど、お母さん泣かしちゃった。当たり前でしょバカって。もうね、なんかバカバカ言われてんね。一緒にっていうか持ち帰りで食っただけですけど、ないですか。しょうがねえやな、バカだからさ。何マグロって、うん、そうですね、マグロの比率は高かったですね。僕ね、やっぱりマグロが好きだから、まあ確かにバカだなって思ったよ。全然分かってなかった。ていうか分かった気になってた。誰を持ち帰るんですか。人を持ち帰ってどうするの。ああ、そっちの名前は聞いたことあるかな。給付金またもらえないでしょ。人に囲めて俺があるってこと。あ、いくらは別に嫌いじゃないけど、いくら高いし、あんま好きじゃないし、卵は論外だし。どういうことですか。マグロが嫌いでも僕が好きなの。人に囲まれて俺があるってこと。そういうのってさ、よく小説とか歌詞とかに出てくるじゃん。だから知ってて、それを分かったと思ってた。何さあ、分かんない。知らない。僕は嫌い。けど。全然違うんだよな。帝王、キャビアは食べれるの？キャビアなんて食ったことないですよ。お前らがいなきゃ、ずっと分からなかったと思う。分かったふりでおしまいにしてたと思う。だからありがとう。お前って結構恥ずかしいこと言うよな。まあな、ついでにこれ何金、これ俺がもらった手紙持っててほしいんだよ。そう、キモいでしょ。だからそんな渡されたって困るでしょ。そんな手紙ね、え通風ならない。金じゃなかった。いや、これもらうわけにいかねえよ。ね、返しますよ。こんな自分で取っとけって。あげるわけじゃない。ただ預かってほしいんだ。それこそ自分で何とか管理しろって。新手と長瀬に持っててほしい。いや、けどさ、俺が一人じゃないって忘れないために頼むよ。わかった。けど、預かるだけだからな。ありがとう。俺はもっとちゃんと立てるようになったら返してほしい。だから、まあ、その時までそばにいろよな。一条への手紙を手に入れた。一条長瀬の間に熱い友情を感じた。お金預かってもらっただけでしょ。返しませんよ。これでマックスか。ねえ、我は何時何時我何時、ついに真実の絆を得たり、真実の絆、それはすなわち真実の目なり、今こそ何時には見えるべし、大きな究極の力、ザ・オンゴンゲの、何時がうちに目覚めんことをもらう。いくら内緒。運動部の同級生たち込みのランが最大値になった。運動部の同級生たち込みをマスターした。大きなペルスさんを生み出す力が最大になった。知らない。もうね、俺のものは俺のもんですよ。はい。バオーザケルは何ですかね。はい。221コミさんいらっしゃいませ。死んでもちゃかけがえのない絆を手に入れた。
蔵王権現、マスターともね、降伏させるもの、生み出す合体が解禁になった。どういうこと？もうでもいいかね、小宮。こんぐらいあれ捨てれば、クリアぐらいいけんじゃないの。もっとガンガン全員やった方がいい？ねえ、小宮、まだあるっちゃあるけど。ねえ。行く？病院。行く？いや。はい、223個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。ペルソナやってます、一応。生ため倒した後でしたっけ、空き病室。このゲーム長いことやってるよね。ねえ、かなり長いですよね。てか今から間に合う？どっからか視線を感じた。気づかなかったことにし、清掃を続けた。勇気が高まった。からの？お疲れ様。今日の進捗の報告をくれる？このゲーム難易度決めるところまでしか覚えてない。そうそう、もっと仲が深まる気がする。これ4回クリアしたぜ。4回もすごいですね。4周したってこと？ねえ、だって1周で結構ね、もう80時間、100時間ぐらいかかってますよね。すごいですね。今は病院の清掃員もコロナでそこはやりたくないとか断るらしいね。そりゃそうでしょ。僕だってやってって言われても。遅いのかね。4ヶ月くらいプレイしてんじゃねえ？2月の末ぐらいですから、丸2ヶ月はやってるでしょうけど。まあ途中途中ね、ゴールデンウィークとは別のゲームやってるから、あれでしょうけど。明日からまた天気崩れるらしいっすよ。もしかしてまた霧？勘弁してよ、もう。遅くまで自習して帰りが暗い日とか本当に怪我するっていうの？なら、明日から先輩、俺と一緒に帰りましょうよ。このくだり言う。わこつ、2ヶ月やっててさ、内容頭に入ってるの？どうでしょう、入ってるような、全部は無理かも。はい、Z さんいらっしゃいませ。やる気出ないね。みんなもね、気をつけなさいね。見極めを誤ると不幸よ。ほんと、結婚って焦っちゃダメ。若いとね、わからないね。間違えてからじゃないとね。わかんない。あら、ちょっと花村くん、バカにしてるでしょ。本当に結婚って大変なのよ。昔の人は保証金だって払ったんだからね。保証金？ウェディングなんて最たるものよ。語源答えてみなさいよ。わかんない。ウェディング？めんどくせえな、あいつ。セントも大変なんだよ、ったく。じゃあ、あれ、何聞かれてた？教科書のどこ？結婚の語源とか？ウェディング？結婚、ウェディングってどういう意味？制約？掛け金？ライト層に受けがいいペルソナの方が売れてサバだね。そう。今日もなんだかやる気が起きないなんて甘え尽くしの自分が本当は嫌いで。そう。アキトラさんいらっしゃいませ、こんばんは。墓場？だってメガテンコでないし。いや、結婚は確かに人生の墓場って言うけど、ウェディングって意味は何？でもなんかね、保証金とか言ってたから。何？ウェディング、ウェド、制約？制約なんかそれっぽいし、墓場はちゃんたち。なんで結婚しないの？したくないから。掛け金とか？そう、掛け金。掛けよ、掛け。本当なんだ。そんな最初から言ってくれないと困るよ。もうみんな間違えちゃダメだからね。テストに出したら忘れないかしら。できないとしたくないは違うでしょ。よくわかったね。適当に消去法で、中身のやつ教科書飛び越えてんじゃないか。悪い、聞いてなかったからマジ助かったよ。みんな、俺がボケってしまってさ。ヨシに感謝された。ヨシと少し仲良く。でももうランクよね。変化しようがっちりと困った。ほとんどしないよね。いや、もう昔だから覚えてない。雑談どうかな。まあ、社会とかなんかね、ここはしてそうですけど。で、どうしよう。もうコミなんかあげる。やる？漢字とか今更やる必要ある？てかもう間に合わないんじゃない？帝王ちゃんが先生になったらどうなる？どうなるでしょう。
聞きたいでしょ。教員免許あるの？あるわけないでしょ。中卒がなんで教員免許なんか持ってんの？こいつは？あ、新藤さん、何か用ですか？そういえば、小西先の弟からハンカチを借りていた。ハンカチを返し、少し話してみようか。保険だけあるらしいよ。え？保険？なわけないでしょ。てか、教員免許ってそういうもんなの。単位ごとにあるの。単位っていうか。別に捨ててくれてよかったんですけど。これ、姉のハンカチなんです。親が間違えて俺のカバンに入れてて。もう使う人いないから。このハンカチも役目果たして嬉しいと思いますよ。どうも。俺を言われてしまった。こちらこそ。助かったよ。いいっす。そんなの。アイス食べたい。小西直樹です。今さら挨拶。今さら自己紹介。よく知らねえのに、嫌いとか言ってすいませんでした。気にしてない。よかったっす。こいつの話直樹はほっとしてやだ。そうなの。こいつやるじゃん。小西直樹、さきの弟、小西直樹と知り合いになった。直樹は複雑な立場に耐えようとしている。直樹との間にほのかな絆の芽生えを感じる。でも今から、絆できて間に合う。今更込みできて、ねえ。ねえ、軽視者属性のコミュニティである小西、さきの弟コンビを手に入れた。はい、MH さんも無理っぽいよ。軽視者属性のペルスナーを合体で見なすときに経験値のボーナスが入るようになった。ペルスナーやってます。この間、委員会に俺が入ってって気まずくなったじゃないですか。あれで正式に委員会をクビになりました。もう来なくていいって。あらら。まあ、俺のせいなんですけど。また、取り上げられちゃいました。よかったら、時々遊んでください。だいたい週の初めの方は、うちの、酒屋の辺にいますから。いえ、手伝ってて。それじゃ。学校であるからあれだと思ったね。その商店街まで行くなんてかったるいな。直樹と別れ家に帰ることにした。こういうのやってても時間食いますよね。もう40分だ。どうしよう、清掃行く。もっとパッパッパッとやらないと本当にあれですね。いつまで経っても終わんないかも。やっぱり七子好きなの？なんで？今度はなんだ？新人ナースたちの会話が聞こえてくる。あれ、どこの、弟のこと嫌いなんですね。なんで嫌いだったら構わんでしょ。知らない。あれ、どこの病室だったっけ？上原さんが指示した患者さん。ちょっと早く行かないと怒られちゃうって。最近怖いもんね、上原さん。ちょっと張り切りすぎ。あ。油売ってる暇があったら、病室回りなさいよ。ナブさん、512号室。敵弁でいいの？敵弁終わったの？これからです。そう、サボるのだけは一人前ね。高橋さん、備品発注処理、間違えてたわよ。何箇所も何箇所もね。はま寿司ですよ。はい、263組さんいらっしゃいませ、こんばんは。すいません。すぐやり直します。何言ってんですか？何のことですか？はい、264組さんもいらっしゃいませ。いいわ、もう。私が直して出したから。もう行って。帝王は看護師エロAVなんて。ちゃんと働いてんのね。感心感心。
何言ってんですか。僕マギよ。そう。それじゃあ私行くから。心なしか最後の顔が温めている。疲れているようだ。少し休んだ方が。平気よ。まだやれるわ。心遣いは嬉しいけど。なんでマックなの。最後は、ぎこちなく笑っている。良い人じゃないか。ねえ。うん、綺麗ね。君、手を抜かないから、好きよ。最後に褒められた。最後の信頼を感じる。それは、初見プレイの人にそれを聞かれても、誰か答えてあげて。あ、273個目さんいらっしゃいませ、ごめん。ランク7、結構上がったね。何言ってんですか。悪魔のペースを生み出す力は増幅7だ、10ぐらいいけるかね。あ、私も油売ってる場合じゃないわ。今日も徹夜ね。それじゃ、ドラケフォーに、ドラケフォーにヤマタノオロチがいるのかって。病院アルバイトだ。でもな、3月までじゃないって誰か言ってましたよ。278個目さんいらっしゃいますよ。なんか確か前に、なんかね、年内でなんか終わりとか誰か言ってたような気がしたんですが、違うの？ねえ、年内で終わりって聞いたから、ね、もうすぐ頑張ればって。そんなピンサロ行きたい。違うの？わかんない。まあ、そう聞いた気がしたんですが、違うの？何が終わり？このゲームの期日がなんか、12月いっぱいで終わりとか誰か言ってたよな。違う？そんな風に聞いたよな。マジで？どっち？どっち？年内なの？ 3 月なの？説明しちゃうくらいのピンなんですよ。どういうこと？どうしようか、またやる？鎖骨です。鎖骨はないけど、はい。鎖骨は僕がね、合体させちゃったから。288個目さん、いらっしゃいませ。新藤さん、こんにちは。雨ですね。雨と親父が配達行くんで、俺は店にいないといけないんです。でもこれ間に合うよな。ちょっと気が持って。はい？ 5？ どっちなの ?5？ いや、どっち？すいません、こんなこと。はい、グレさん、報告700ポイントありがとうございます。ただそれだけもいいや。肉丼食いに行こう。気になりますよね。逆に。ここからあと1ヶ月ちょいかね。あと3ヶ月以上あるのかでと。ちょっとテンションがね、ちょっと、あれだから。どっち？はい、揺れさえしますが、まあ。早く終わりたいって言ってももうね、結構もうやってるからいいんじゃない？はい、野良子さん、ここからありがとうございます。本当に今日あれ、本当にそれ絶対嘘でしょ。さすがにそらないでしょ。今日終われて、本当に？絶対嘘だったらあなた NG しますよ。いいの？本当に？何が終わるの？今日くり？そういう意味じゃないの？ねえ、本当に？ていちゃん次第じゃないの？知らない。粛清に入れるんでしょ、さして。何ですか？どうだ、結構上がったけど、まだまだ、ステータス上がりきってない。あと1時間じゃどう考えても無理。でしょ？来年の競技は終わってるよ。いやですよ、あと1年もやりたくない。はい、307個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。仮に24時までとしても無理。24時。でも、その言い方だと。あと10時間ぐらいで終われそうってこと？どういうこと？何年ですか？クソ系だったらとっくにやめてるでしょ。そう。そう。そんな感じ全然取れないんです。はい、311組さんいらっしゃいませ。じゃあ何？あと10時間ぐらいで終われそうではあるってことかね。バイト行く。10時間は無理だと思う。10時間でも無理？まだまだじゃクソ長いんじゃ。ねえ。じゃあ今週じゃ無理ですね。
笑え、うろ覚えだったからうろ覚えでね、うろ覚えっぽいコメントだったらいいですけどね、断言してコメントするからね、それであれだからね、おかしいって話でしょ。うろ覚えだったらうろ覚えってね、ちゃんとそれっぽいコメントだったら別に僕だって文句言いませんけど、しません、してないでしょ。今日はていちゃんに夜までお付き合いします。どういうこと？お疲れ様。違いかもしれないだろう。うん、だったら気を違いない、気を違いだったら。ねえ。嘘。今日の進捗の報告をくれる？なんかで見た記憶では、クリスマスくらいまでだったような。だそういうね、だったようなってね、そういうあれだったら別に、ね、僕だって文句言わないけど。ねえ、例えばクリスマスだったぞとかってね、断言しといてね、記憶違いとかうろ覚えとか入れたって知らんがなってね、話してる。でも分岐はある。分岐があるみたいなことはね、誰かみんな言ってますね。どのタイミングかわかりませんね。わかった。俺が決めてやるよ。1月までだよ。そういうもんなの。帝王もたまに派断言してよ。何を断言するの。ギスギスやらんとなかなかよくやりましょうぜ、テイちゃん。別に、ギスギスつもりもないですが。ペルソナシリーズ伝統のバッドエンド分岐。バッドエンド伝統？まあいいや。だから一応ちゃんとセーブは分けてありますから、大丈夫じゃない？毎回やるかもとかできたらやりますとか言うじゃん。選択肢を間違うとバッドエンドになる。やるかもできたらね、ちゃんと仮定にしてるでしょ。断言はしてないじゃないですか。ねえ、絶対やりますっつってそれはやらないってなったら文句言うかもですけどね。このゲームをやると青春時代を思い出しますか。はい、ね、328組さん、僕に高校時の青春時代とかないから。怖い気のせいですよ。やります。必ずやりますとか言って。言うは嫌ですよ。嫌ですよ。そんな無責任なことは言えませんよ。いくらね、配信だからって。ねえ、そんなんでやるって言ってやらなかったらね、一生、永遠ネチネチ言われますよ。本当に。当たり前でしょ。太っ腹から菩薩級になった。知識、勇気。あ、いや残念ね。あれだってもう動画ないもん。太ってる腹。ねえ、これ何日まで、月末まで。これどうかね、本当にレベル上げしなくて大丈夫？なんか急にラスダンとかってきつくなりそうですけど。心の斎藤はじめの奥さんリスペクトなんかな。いやさ。抽選販売申し込んでみた。明日の夜中に結果発表です。当たれば何？転売で一儲けって？今だといくらぐらいで売れるんですか？心配だったらレベル上げておけば安心じゃない。そうなんですけど。転売なんてしないよ。ねえ。そうは言ってもしなくていいって言われちゃったから。3万ちょい。じゃああんまり利益出ないんでないのね、転売でも。はい、コクロチーズ候補さん。新加入の。一人ぐらいいるんじゃない？どのくらい稼いでもリスナーは付き合いますよ。多分そう。今日は休日で学校休みだ。スイッチライトが3万くらいでした。3万くらい。定価いくら？定価ってどんぐらい？1万5000円くらい上乗せしてるみたいだけど、その程度で後ろ指を刺されるのって割に合わないじゃん。ここのリスナーは菩薩の集まりなのにね。コックローチーズの動画あげるのか。いや、ないですよ。もう2万が3万ってこと？中華だと4万8000円買い取り。中華だと。ねえ、やっぱ1万でも金になれたらね。持ってないの？
さあ、持ってない人いるからね、需要があるんじゃないの？転売の。うん、帝王ちゃんはタワマンオーナーだからスイッチ持ってるよね。タワマンオーナーじゃないけど、スイッチは持ってますよ。10万円の使い道は？貯金、パソコン、次のパソコン用に。何のことですか？ねえ、言って持ってない人まだまだいるんじゃない？結構。帝王のサイン付きスイッチ出品まだですか？しませんよ。帝王、鍋つね説。スイッチのどう盛りバージョンだけど売りたくない。いくら高くても、時期があんまり良くないんだけど改良版スイッチになったばっかりだったんだよな。それもあって品薄。へえ、なるほど。鍋つねは、362個もしたいらっしゃいませ、こんばんは。帝王が鍋つねやったら明日不法が出ても不思議はない。ねえ、僕なんか9時まで生きられる自信ないですよ。僕なんか多分あとね、10年生きられればいい方でしょ。あと10年で90だっけ？帝王何歳なん？何言ってんの？ドクター中野氏も90超えてて未だに元気なんだぞ。10年も生きるつもりなの？そう。10年無理。諦めた方がいい。あらら、10年無理か。あと10年で定年なの？無職に定年ってあるの？欲張りですね。そう。長生きしたら、なんだイベント？ちゃんはあと100年は大丈夫だよ。あと10年で帝王は63歳。どういうこと？ママは次第だよね。親も10年入ってもらわんとな。霧？なんかまたある？今夜霧が出るようだ。まさか犯人が。AON 年金は親の年金で払ってるの？さあ、わかんない。払ってないじゃない、僕の年金は。知らんけど、多分。前のテレビ見てみようか。あと10年ですか。プレステ7をプレイできなくてもいいんですか？なんでプレステ7って、まだ4しか出、4までしか出てないでしょ。わかんない。はい、ベラボスさんいらっしゃいませ、こんばんは。今の女子アナのキャラクターボイスは結実。エビちゃんと同じ。エビちゃんって誰？ねえ、霧が出ている。神奈川って10万の第2弾あるんでしょ？いいよね。そうなの？知らない。そんな初耳ですよ。前中テレビは誰も映らない。7個救出し、犯人も捕まえることができた。もうこうしてテレビを見ることもないだろう。エビハラユリ。わかんない。申し訳ない。エビハラユリ。そたきりが立ち込めている。ナナちゃんは助け出したよ。プレス手法のゲームの処理速度が上がっただけのやつで俺はがっかりしたよ。何？すごいってビデオ出したけど、出たビデオはプレステ4のゲームの処理速度が上がっただけ？画質とかそんな変わんないってことなの？よく知らんけど。エビチリ？外は霧が立ち込めている。どうなの？生ためが犯人でおしまいってわけじゃないってこと？やっぱり。多くの人が画質良くなるのにテレビは買い替えないのよね。だってね、うちだってね、そんな、ね、テレビなんか 2K ですらないですからね。それだったら画質良くないですね。まあその分だから、読み込みとかは快適になるってことじゃないんですか。昨日の霧が計算も残っている。日本語の語彙力があれば謎が解ける。語彙力？レイトレーシングとか中卒だからね。でも、ね、来た来た。そんなに SSD ってすごいの？生ためのこと、乗ってるの。乗ってる？一面で目指し、生ためが意識を取り戻したとある。今のは実家にあげる。冷静に考
考えたら漢字でも納得して理解できてるレベルで、割ったテレビ買い替えれば、言われてるも見た10年くらい買い替えてないわ。テレビ見ないからね、急いで買い替えようってね、ないですからね。テレビなんて10年ほど前に強制的に買い替えさせたばかりなのに、まあテレビじゃないけどね、パソコン用のね、サブのね、モニターとかだったら。てか、なんでコメントこんなに多いの？今日未明、市内の病院に収容されていた、生ため容疑者の意識が回復？警察の事情聴取に対し、すまないことをした、怖かった、等と供述している。犯人じゃないの？警察は今後、容疑者の供述を求める。ねえ。ねえ。なんで、なんでこんなにコメント多いの？ねえ。プレス3でもいらないの？え、これ終わったら次、一応次、サタンのピアチョルです。テレビ番組なんて今キリンが来るしか見てないよ。そう、テレビ全然見てない。家族、日本の恥さらし、毎日新聞、東京新聞はさっさと。そういうことは僕の配信で言っても影響力ないんじゃない？野村病院でもいいよ。サンフェスって何？いや、ペルスナ。聞こえなかった。いや、これ終わったらちょっとペルスナ他の作品やるにしてもちょっと間空けます。ちょっと疲れた、ペルスナ。米を置いて。ああ、424コメさえいらっしゃいますよ、僕は。そう、コメントに反応ね。本当に申し訳ない。ねえ、ピアケロね、本当に。だって、ねえ、ピアケロね、ほら、リスナーさんに去年の11月ぐらいに、確か買っていただいたソフトなのにね、半年以上経ってもね、まだやれてないですからね。デスストまだやる予定ないですよ。ねえ。警察は今後、容疑者の供述をもとに、どうぞ飲んで、2の方です。事件の全貌解明を進める方針。布の PU も長いソフトだから。ねえ。スイズ、大手張りにコメント流れますね。コメントだけね。パソコンは未だミックスプ。セブンですよ。何ですか？はい。どうして？もう売っちゃったんじゃないの？売ってないでしょ。ミンサガイもうやりません。ついに終わったんだな。本当。これでエンディングじゃないの？違うの？本当にようやくだよね。これで終わりじゃないの？ダメ。終わりでよくない？今朝は本当に国会議事堂を攻略する。ピアケロに向けてティッシュばかり溜まってきました。知らないでしょ。そんなにエロいの？ゴールデンウィーク。ねえ、休ませてくれりゃいいのに。男女。今日寒？11月でこんなに冷え込むなんて、珍しいよね。コミックパーティーやらへんか？まだやるゲームあれね、終わってからそういうリクエストして。ちょうどよかった。ついさっき病院から連絡があったね。今日から奈々子ちゃんの面会 OK って。少し良くなったんだ。よかった。帝王人気者だね。人気なんですかね。手紙でしたって。知らない。そっか、そっちはもう知ってるんだ。ねえ、なめための様子はなめたのようじゃ、事件はこれで解決。知ってるんだろうけど、え？そんじょそこらのエキエキゲームより優しい横見か。この流れなら言える。殴らせろ。なんとも言えない。何を殴るの？まだちょっと錯乱してるみたいなんだけど、少しずつ話を聞いてるところだよ。これはまだ内緒なんだけど、君たちにならいいかな。見つかった日記には山のアナや小西さんについての記述もあってね。どうも生ためのやつ、小西さんに言い寄ってたっぽいんだな。マジ？小西さんに言い寄ってた？本当に？高校生でしょ、 JK でしょ。給食当分マスク？あ、460個目探します。マスク届いたんだ。うちまだですけどね。夢であるように。それじゃあ僕はこれから病院行くから。
えー、じゃあ何？何度もいいよって振られたから殺したってこと？どうじまさんもなんとか動けるようになったし、事件のことでいろいろ。さあ、関係者だからいいんじゃないの？俺もペルソナ4は配信で初めてやったわ。30分ごとには切り替えながら。30分ごとに切り替え？ああ、何？ああ、なるほど。花村。マリ。昔は延長が有料だった、うん、ああそんな頃ですか、かなり前ですよね、うん、それより放課後みんなで奈々子ちゃんのお見舞い行こうぜ。キャリーパヨパヨ、うん、ツイート削除したらしいね。パヨパヨでしたっけ、パミパミじゃないの、ね、そう、30分ごとに移動とか今じゃ正気の沙汰じゃない、うん、ねえ、めんどくさいですよね本当にキャリーパフパフしてほしい。ねえ、そんなことしてね、本当に王様系みたいなことやってるからね、 YouTube に撮られるんですよ。そういえば来週は2学期の期末テストじゃない、もうテストなの。毎年わらわら眺めてきたぞえ、自分は平気と思い込んでる生徒の顔色が、白黒と目まぐるしく変わるのをな。でも俺は白黒といえばちょうど先日やったシェイクスピアの持続が5年のゲームがあるの。何オセロのこと、そう、黒人の将軍と白人の妻の関係が目まぐるしく変わる予想をなぞらえゲームにつけたとか、現に有利の一つを、とてもこのように歴史の影が覗くのじゃ。ほぼ関係ないと思っておるじゃろうが、ノートにしたためておくように。全然聞こえない。どういうこと？歴史と同じ何がテストに出るかわからぬからの、ほほほ。授業真面目に聞いた。知識が高まった。なんで問題出されないの？お兄さんよく知ってますね。ああ、病院なのか。帝王は歴史得意ですか？え？なわけないでしょ。我が田中、我が帝王。田中？作中でも、兄上って言ってたからね。そうなんですか。まだ話すのは辛そうだ。それでも奈々が嬉しそうな、顔をしている。堂島さん。でも具体的になんかダメージあるんですかね、奈々ちゃんは。ナナコちゃんかわいそう。もう今日だけで何度目ですか。娘さん心配なのはわかりますけど、あなただってまだ絶対安静なんですよ。すまん。あのそんなにひどいんですか。ねえ、まあ車でね衝突して事故を起こしてましたから。まあ傷口が塞がったばかりだからな。骨もかなりいってるそうだ。こんな小さい子だから精神的にダメージが大きそうですね。ですかね。油ゆいちゃんって声優がツイッターで炎上中らしいよ。帝王も乗っからんか。乗っからないだって知らなかった人、知らない人ですもん。うん、なんでお前が頭下げてんだ。だからその油って誰や。それまでには戻ってくださいよ。声優さんでしょ、だから。ねえ、ここにいるよ、無理しちゃダメだ、欲しいものは、欲しいものは。ねえ、ゆうこりんじゃないでしょ。特ダネのおじさん。え？それ、おずらさん。それはゆうこりんだよ。ちやほやされてる小娘。ちやほや小娘。なんか安心した顔で目を閉じている。眠ってしまってるってどういうこと？はい、495褒めさらしません。ここにいてと数は。ねえ。なんでこんなにコメント多いの？ねえ、医師から奈々子の病状について説明を受けた。今のところ状態は安定しています。自分でコメしてるの、うん、そんなする暇あるわけないでしょ。暑 い,、ね、いとコメントって伸びるの。相変わらず原因がつかめません。原因、うん、そのため対症療法的なことしか施せない。
読み上げ止めてて、ようだ。まさかコロナ。まさかコロナですか。そう。お金もらえるって聞いたよ。なまかな。配信者やんけ。人気っていうのこういうの。ねえ。危険な状態からは抜けたんですか。意識は回復してくれましたが、まだ安心はできませんね。あらあら、コロナですか。しばらくは様子を見てみないことには。ゲホッ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 。ねえ。アビガン投与しよう。そんな気楽に投与できる薬でもないでしょ。意識が戻ったって言っても、まだろくに話せる状態じゃないですからね。じゃあタミフル、うん、タミフル、タミフル聞くの。見られてますし、依然回復待ちってとこです。そうか。西洋はなんでタマミヨイの3分前ぐらいの咳をするんですか。さあ、このゲーム変わった名字のやつ多いな。タミフル投与したら暴れるって都市伝説みたいな話あったよな。ああ、でもナナコちゃんはここの方が静かに休めると思いますよ。外は霧がすごいし、なんだか変な噂も広まってるし。噂？この町の霧、どうも発生の原因が不明らしいですからね。不明？確かに霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる方増えてますね。え、まさか霧がコロナってこと？コメントが落ち着きましたね。よかった。いや、別に好きとかも何も。普通はありえない。昨日は有害なのか。この中に犯人いるの？絶対に影響が。僕のこと好き？なお、俺は初見プレイでバッドエンド回避した上に誠エンドルートに進んだぞ。それってそんなに難しいの？初見じゃ絶対間違うっていうか、バッドエンド行くの？絶対に影響がないとは言い切れないとしか。少なくとも、人々が不安になっているという点で、精神面への影響はあるでしょうね。コロナか。霧自体の成分といった話は、専門から外れるので公約見てええんやで。それよりも、この霧のせいで医療関係の車の便に影響が出ていることの方が問題で。ねえ、霧のせいで体調不良だ。バカバカしい。そんな舐めですよ。最近ウイルスを舐めたら、メガテン慣れしてるっていうのもあるが、メガテン慣れ？わからんけど。それこそ霞を食うような話だ。なんとかなんだか意識を取り戻してくれた。しかし、回復にはまだ少しかかるようだ。ようやく始まった生旅の事情聴取。晴れない霧と人々の謎の体調不良騒ぎ。とにかく今は事態を見守るしかなさそうだ。霧が何？パープルヘイズみたいなスタンドテイカー。王さんに顔見てるんですか？あんなイケメンなわけないでしょ。善人ですか？ほんと変な天気よね。こんなに続くなんてね。帝王な音を彼女にしたか。どういうことしてない。帝王、ハーベスト出せる？出せない。何でも知り合いの子がね、霧で実はできるんだぞ。使用者にパス蓄わせたスタンド使い。あれ何でしたっけ？スタンド名覚えてない。不老者にパスタ？何でしたっけそれ。敏感じゃない。私が聞いたのはね、おじいさんが霧の中を運転してた。スタンドは誰が好き？スタンドは誰が？スタンド使いじゃなくて、スタンドは誰？どれだ？ハーベストですよね。え、ハーベストだったらお金一緒。僕一応7部までは読みましたよ。シリーズはこれの後に出てるから、鼻からな音の正体が女だと知れ渡ってる。帝王も敏感ですよ、奥さん。何のこと？だったらしいから、おかしいわよね。怖いわ。体に有害っていう専門家もいるんですか？帝王さん、読むの好きなのね。別に。7部読んだことないけど、おもろい。結局スタンドバトルですからね。スタンドバトルは好きかどうかじゃない。専門家。ジョジョリオンは読まないの？
だってもうあれって8部ってまだ終わってないでしょ。終わったらまとめて読もうかなと思ってるんですが、さあアニメの影響じゃない、アニメするからね、ジョジョ氏がってのがあるんじゃない。やっぱりほら、地球温暖化の影響なのかしらね。この町も私と随分変わっちゃったじゃない。政治で何とかしてもらわないとね。そうよね。アニメは6部で最後なんでしょ。いつやるんですか。知らない。そうなの、6部でラストなの。時はずっと掲載順後ろの方だったし、そんなに話題にならなかったよね。そう、いやそんなことはないでしょ。ジャンプで連載してた時はね、3部結構人気だったでしょうね、と思うんですが、まあメジャーじゃないけどね、結構人気はあったと思うんですが、ね、明らかに後ろになったのはゴブだよ。やっぱコロナじゃん。コロナじゃん。鬼滅の葉終わっちゃったよ。ね、何それ。あ、僕それ読んでないから知らないんですよ。終わったの？いくらなんで？ジャンプの最後の方ってなんで空飛んでバトルしてるんですか？スタンド能力で何でもありになったんですよ。コロナの霧とカヤベーナマスク程度じゃ無理やん。メガテンファンとすると完全にガイア教徒。最後の方って言ったってね、飛んでたって言ったってジョジョとディオぐらいじゃないの？ジョータロウと。冷凍庫にあった9ヶ月前の牛乳食べたけど、腹壊さないよう祈ってくれますか。うん、大丈夫大丈夫、ちゃんと火通せば大丈夫です。はい、544個目再来しますね。僕のね、体重150キロでもね、浮いてますね。ワイアクションローサイドはメシア教徒、分からん。平和に滅って集英社を終わらせてくれたんだ。よく知らんけどね、なんか最近ね持ち上げられてましたよね。冷凍してるなら大丈夫、ね、適当なことやじゃあじゃあやめて、捨てたら低温うちに送ってくれたら僕が責任持って食べますよ。まさか嫌だわ。でも鬼滅、現代編に突入。どっちなの、終わったの、終わったの、続くの、何なの。あ、住所内緒、特定して。悪の統制された世界を作る。何ですかダークローって。カットに暇だね。特定しては草、給付金10万で探偵雇えだってそんなもうことにもうね、無駄遣いするの。があんなに続くなんて思わなかったよ俺。僕弁って何ですか。来週の月曜から試験があるし、もう12月じゃないの。勉強しようか。どうしようか、何しようか。東光学園の卒業名簿探ったら帝王バレるんじゃね。適当だが僕中卒ですって。はい、二人組作って矢印、この文化がなくなる事実。一万中退。中卒、いや高校受験落ちたの。だが完全な中学校卒業が最終学歴。話し声が聞こえる。なんかさ、天気おかしくない？天気っていうか霧？なんか一向に晴れる気配なしじゃん。ぶわ。ああ、でも大丈夫なんだろ？なんかテレビで偉い人が言ってたらしい、言ったらしいぜ。ああ、でも毒だっていう話も聞いたな。すげえ猛毒らしいぜ。しかも原因不明。はい、どうも、奇跡さんいらっしゃいませ、こんばんは。ああ、なんか話してたら具合悪くなってきた。帝王はヤンキーだったのか。アホでしょ。完全にコロナ。ね、大事とって帰ろうかな。ねえ、お前なら単に来週から期末試験だからだるいってだけだろ。これは交差。帝王のこといじめないで。とりあえず大丈夫。
とりあえずまだ一応体調は、うん、ねえ、寒さ本番だね。腰痛持ちには辛いです。温泉旅館とか行きたいね。緊急事態宣言だるいな。もうでも実際なんかね、今日11でしょ、14日でなんかね、大半の県は解除されるみたいだしね、今の感染者数だったらね、関東もね、月末で解除じゃない。ゴミため空いてたよ。14日に解除されるって聞いた。ねえ、はよ解放してほしい。我が町にはちょうど温泉旅館もあるしね。しかも若おかみね。でもね、家族からスキー旅行に行きたいって言われててさ。ゴミため集中攻撃中。暑くなってきてます。なんでそんな寒いところにわざわざ行くかな。雪がそんなに見たいの。え、いや14日は無理でしょ。だから14日はなんか34のどこでしね、うん、県であれでみたいですけど、東京は無理じゃん。東京は多分月末でしょ、早くて、うん、先生寒いの嫌だから南米で氷河を見たらって言ってやったんだけどね。いや、みんな不思議そうな顔をしてるね。もしかして知らないね、知らないじゃあ新ナンバーが交付されるらしい。新ナンバーなんですか。南米にある表現、それはどこでしょう。南米に表現あるの。帝王ちゃん解除されたら、ね、バタゴニア主婦人、コロンビア主婦人、コロンビアって、コロンビアって、車の新しいナンバーブレイト、帝王のところが解かれる場所、車の新しいナンバー、そんなのあんの。僕車ないから関係ないけど、帝王のところは、と、何、と、解かれる場所、34県が、僕神奈川ですよ、うん、ねえ、都道府県は早くても今月末だけど、それも怪しい。ねえ、そう、でも結構なんかね、東京だって今日15人でしょ。だいぶ減ってきたんじゃないの。知らないです。払ったんだったら返してもらえないでしょ。バタゴニア、南米に表現なんてあんの。コロンビアってでもなんか赤道近くじゃなかった。違う、バタゴニアってどこ。てか南米に表現って本当にあるの。ないとこはそんなね、なさそうですけど、でもどうでしょうね。一番南の方とかだったらありそうですけど、バタゴニアってどこ。コロンビア違うと思うんですよ。こっちしかないと思うんですが、どうかね。コロナの実数は10倍か20倍か30倍かわからないって発表されたよ。コロンビアはサッカー代表がヤクザに殺された国。マジですか、ここは。君本当によくしてるな、本当に。そう、チリとアルゼンチンの間にある表現、まあ、ほとんど人もいない厳しい土地で冗談のつもりで言ったんだけどさ、ね、僕も知らない。家内が本気にしちゃったの。南米のパンフレット集めてさ、だって東京の感染者数って正しい数値じゃなかったらしいから実際は分からないね。その辺ちょっとよく知ら聞いてないんですけど、コロンビアって有名なやつでしょ、うん、コロンビアってね、非常に危険、オンゴールでアメリカに負けたことでマフィアがその選手を殺した。怖ちょっと考えれば分かるよね。まあトトカルチョかなんかのね、多分あれでね、なんでしょうけど怖いですね。なんか最近何でも鵜呑みするんだよ。選んだことは正解だったようだ。合ってた。帝王も昔撃たれたんでしょ、うん、撃たれてて生きてるわけないでしょ。なんで撃たれなきゃいけないの。リスナーさんが撃ち殺すってこと、僕を。殺害予告。日本戦でもレッドカード退場した選手にも殺害予告された。うん、本当に怖いです、ね。目、頭撃つんじゃないの。どうしよう、何するの。ボヨンって銃弾跳ね返したとかさせて。返してな、返せるわけないでしょ。銃弾がそんな貫通力なわけないでしょ。何しようかな。なんでお前がいるの。ねえ、どこでしたっけ、もう。何やろうかな、もう、じゃんじゃんってもう進めた方がいいかね。レベル上げしなくていいかね。ゆきかもう終わってるし、用なしだし。帝王は野球派です。何のこと。包丁手術した人が銃弾止まって助かったらしいよ。え、包丁編、本当にすごいですね。帝王は上空3万メートルから落下しても腹がクッションになってかすり傷がついてない。帝王は心臓1つくらいえぐり取っても生きてるらしいじゃん。
心臓は一つじゃねえの。一発やった女には興味を示さないのね。そう。シリコンバッグで食い止めたのか。そう、ね。ありえるかも。学童保育アルバイト、雨が降ってない列か。筋肉だぞ。防弾おっぱい。わしは強い。札束が弾丸をやめたって話をこち亀で読んだことあるよ。わし、そう、そんなの、いや、そんな話ありましたって記憶ないけど。わしも名付けて防弾おっぱい。振っちゃう。何もできない。やることないかな。キリじゃあね。その時星野がわしがやめたって言ったらしいよ。みんなバカな。やってない。帝王のチンポにもやってみよう。何言ってんですか。帝王さん、わしじゃよって言ってわしじゃよって。はい、43歳さんいらっしゃいませ。帝王さん、好きなショットガンのタイプある？知らないでしょ。ショットガンにどんなタイプがあるの知らないですよ。もう。わ、上髪した。わしじゃよって。なんだ、電話？珍しい。なんだか盛り上がってますね。盛り上がってきてんの？もしもし、俺、明日どっか行かないか、明日、祝日だからってこと？だって、花村もうマックスでしょ？ねえ、ランク10。いらん、いらん。いらん、このヘルプもいらん、いらん、いらん、いらん。そうなの？後ろって？なばかな。ねえ。他に予定ある。外出はやめてください。岐阜、ね、これはガチだぞ。ASD？ 本当に。でもどうせ岐阜なんか行かないし、そんな情報。どうしようか。鶴折ってなんだっけ。折り鶴を作るボランティアをすること。いや、DDS ってわけじゃないですけど。西山誰かのために丁寧に鶴を置いた。そんなに言うほど岐阜県民リスナーさんにいるの？かわいい女の子。いろんな想像してしまい、祈り、折るスピードが落ちてしまった。何やってんの？岐阜の隣の県は？どこにいるの？長野。高山市は大阪府全体よりも広い。お盆に岐阜の多治見行かない方がいいよ、超暑い。そう。まあ岐阜って結構暑いってね、話聞きますもんね。どこ行こうか。日本最高気温を記録したのは高知の四万十。高知なんだ。くぼんでるんだっけ。くぼんね、盆地ってね、すごい熱がね、こもりやすいですからね。盆地は暑いですよ。何しようかね。僕のおへそもくぼんじゃいました。そう。どうしよう。だから夏の京都は殺人的な暑さ。京都も盆地なんだっけ？なんでディス、なんでディスってるわけじゃないでしょ？新京くん。そうだ、今日行く？奈々子ちゃんの病院。よかったら付き合うよ。奈々子のお見舞いに行こうか。どうしよう。お見舞い行ってみる。京都の人は本当に性格悪いの？じゃあ出発さ。稲葉市立病院、七子の病室。仲間たちと七子のお見舞いにやってきた。
鶴の市長は相撲協会に殺されかけた。まだ話すのは辛そうだ。具合はどうだ。喋っちゃダメだ。だって、ナナコは弱々しく笑って、死ぬのまさか、ナナコちゃん。ナナコの病状は特に解放に向かってないのだ。コロナのせいなの？悪かったな、わざわざ。ナナコのためだ、家族だから当然だ。帝王助けてあげて、帝ちゃん、そろそろ食べたお寿司を出す時間です。そうだな、ありがとう。弱々しく笑っている。やっぱりアビガンしかないよ。寝たが。それじゃあ僕らは帰りますから。道島さんもお大事に。何が？ありがとうな。仲間たちは自分のことのように心配してくれている。何でのまた少し、仲が深まった気がした。仲間たちと別れ家に帰ることにした。これ何？まさか何？奈々子ちゃんのお見舞いするかしないかで、バッドエンドになるかって、そっちのあれがあるとかなの？まさか。バイトどうしよう？バイトする？帝王チンポしまえ。出してない。空いたばかりの病室を清掃。何で開いたんでしょうね。大変なのか。わかんないっす。でも、バッドエンドがあるとかね、誰か言ってましたよね、分岐で。お疲れ様。今日の進捗の報告をくれる？七子を殺す気なのか？知らない。なんで死ぬの？っていうか、病院ってどこにあるの？病院って見舞いに行ける？全員人数回収するの？しませんよ。でもクリア扱いでしょ。それで許してくれるんだね、リスナーさんが。話し声が聞こえる。ずっと晴れないよね。なんか気持ち悪いな。そう、特に困らないじゃん。毒だって言うけど、私は体調悪くないし気にしすぎじゃない？なんかもともとこういう世界だったっていうかさ、当たり前に思えばいいんだって。気持ち悪い言われてるよ。そういえばそっか。僕が休んでることが増えてるけど、大丈夫だよね。湿気がすごそうで嫌です。まあそりゃそう、湿度は高いでしょう。先生もう帰っちゃおうかな。なんだか今日も霧が晴れそうにないじゃない。昨日日ってアニュイなのよね。でも帰れないのよね。勤め人の悲しいところだわ。ですかね。それじゃあ適当に数学は文化と一緒に、進んできたわけだけど、今も解かれてない問題があるわ。いわゆるミレニアム検証問題ね。2000年に発表された100万ドルの検証がかかっている7つの問題なのだけど。そうね、新太郎くん。今ミレニアム検証問題何個残っているかしら？今7個って言った何？そのうち何問解かれたかってこと？2000年でしょ？2000年で2000、これは何年でしたっけ？2009年ぐらい？なんか解かれましたかね？解かれてない？どうでしょうね。わかんないですよね、こればっかりは。意外と解かれてない。と見せかけて6、4、解かれてないとか。残念、実は一つすでに解かれているのよ。ちなみに解かれたのはポアンカレ予想。何それ。解いた人は数学のノーベル賞と呼ばれるフィールズ賞に選ばれたけど辞退したとか。本当に？なんで速報かなんかで来たの？なんか来たの知らんけど。やっぱり頭のいい人はどっか違うのかもね。ふう。ああ、ごめんね。なんか最近旦那が変なのよ。喧嘩しないのはいいんだけど、霧が毒だとか言い出してるのよね。憂鬱だけど、授業続けるわね。ポアンカレー予想って、カレーの予想とか。そういえばなんかね、今日、さっきテレビで、ニュース見たけどね、なんか上海のね、ディズニーランドがね、なんか、
ね、営業再開したとかなんか言ってたんですが、これじゃまたあれですかね。今自体を生還するしかなさそうだ。やっぱりダメですね。収束したと思ってもね。何のこと？何が？はい、漬物さんいらっしゃいませ。ちょっとなんか教育エラー出てますよ。長い長い。すごい静かな曲ですね、曲というか。帝王ちゃんって2ヶ月ぐらいコロナかかったふりしてるけど結構元気だよね。ふりじゃないでしょ。ふりじゃないけど。帝王さんが望んだコロナの破滅来たのね。さあ、どうでしょうね。国内でもまたぶり返すんですかね、そういう考えると。これ病院って見舞い行けないの？どっか行く方法ない？ない？なんかどんどん視界が見づらくなってない？気のせい？だんだん霧が濃くなってね。やったからもうかからないよね。いや、どうなんでしょうね。でもその頃までには完全に根絶できてんじゃない？もし本当にね、コロナが夏とか湿気に本当に弱いんだったら。どういうこと？それ僕じゃないでしょ。すごい人気のある深夜番組でこの街のことがちょっと出てたんだ。スモークの公害なんかと比較してて、危ない危ないってみんな、どっちだよね。そうなんですかね。特効薬ができない限り克服は無理って言われてるよ。可愛くない女性もお風呂に来るねでは。知らない。どうしようかね。100kg 以上はかからないとか？そんなことはないでしょ。それだったらアメリカでね、自生者あんなに出てるんですから。それウイルスやから一生つきまとうね。ワクチンと特効薬待ちよ。おい？そう考えたらね、僕もね、もしかしたらもうコロナにね、かかってて、ね、今良くなったと思ってもまたぶり返すってこともあるってことですか？僕のあれがね、もうコロナでね、他の人に移しちゃってるってこと？可愛くない女性でも帝王さんが可愛がるよ。どういうこと？やることないね。早く進みたいけど。暑いな、てか、1時間半やってもまだ全然、もっとペース上げないとダメ。1時間半やってあんまり進んでない。帝王さんはどこから可愛がるんですか？何のこと？帝王にはコロナになってもワクチンはあげられないけど、ポコチンならあげられるって政府が言ってたよ。いら。ペース上げてくれ。ペース上げてくれ。どうすりゃいいの？熱中症なるよ。ペース上げててどうすりゃいいの？上げてくれって言っても。つけるわけないでしょ。まだ5月ですよ。皆さん何言ってんの？一人一人形違ったら面白いのにね。身体の中で悪魔合体できる。俺は1月1ヶ月4にかけたから絶対コロナなだよ。ピアケロ用血種がまた増えてしまう。エアコンつけないと逆に体壊すよ。もうエアコンつけてる。いや、一応扇風機はつけてるから。扇風機でしのいでますよ。扇風機とあとね、今。窓開けて。俺3月からクーラーしてる。3月からクーラーしてる。ちょっとそれはあれでしょ。さすがにやりすぎでしょ。だから扇風機とね、窓開けてしのいでますよ。あと今ね、アイスの使って頭冷やして、それで対処してますよ。沖縄はエアコンつけても窓開けろって言ってるよ。この人ナースステーションね。冷えピタつけていいわよ。冷えピタない。しかしね、そんな青い顔で、君の評判が最近あまりよろしくないこと、自分でも分かってるんだろ。そう、そこまででもないでしょ、まだ。前みたいに一緒に働きやすいさやちゃんに
戻ってほしいと僕は思うんだがね。と思ったらお隣さんだったのか。どういうこと？仕事がありますので、これで。あんたまでサボんないで。八当たりじゃん。はあ、ありません。そんな雇うお金あるわけないでしょ。一人で空回ってるの分かってる。でも、やらなきゃ。せいか、随分と思い詰めた顔してる。声をかけることもためらうほど財布が心配になった。沖縄人は自由だからそう。うん、ねえ、もう、春と秋なんてほとんどね、本当にね、一週間がそこらしかないでしょ。最後見くり家に帰ることにした。9月は長月、10月は神奈月、11月は下月、12月は師走という異名があるんだべ。しかしこの天地先列から神様がいなくなっちまったみたいだべな。ねえ、だけどもな、勉強神様頼りにしてたらできるものもできなくなるっぺ。中間で真っ赤っか落としまったやつは特に気ぃつけるんだどすえ。知らない。まあ今回の期末で心中決まるし、土壇場だべ。だま死んで落ち質問だべ。何土壇場って何から依頼してるか知っとるけ。土壇場結婚式罪人の形状とどうでしょうね。土ってついてるか、土壇場。どうでしょうね。でも土俵際って言葉もあるし、土壇場、多分相撲関係ないしね。どっちかでしょう。黄色ってイメージ、形状こっち。うんだうんだ、罪人の形状だべな。もう来週のテストにも出っからな。ベストでいい点残せるように頑張るんどす。死刑のあれですか。土壇場鉄郎、そんな名前でしたっけ。断頭台ギロチン。今日の授業が終わった。また、どうしよう、何やろうかね、もう。イベントやるのも誰しとっとと進める。商店街で飯食う。バイトしよっか。金曜日って確か。俺も都市研修だからわかる。そうなの。なんで死刑囚なのに今コメントできんの。学童保育しようか。手を打って牛タン食べられますか。わかんない。食ったことないから知らん。どう、食べられるかわかんない。タンってしたでしょ。ねえ、学童保育の手伝いをした。子供たちに振り回されつつ世話をした。関与さが高まった。牛タンとかリッチさせて、そうそう、もっとな、食ったことないっつってんのに何がリッチって、病院行こうかな。なんてリッチなんかな。知らない。違うの。牛タンって東北の田舎食やろ。俺らはラーメンって高級料理食うから。そう、東北なの。話し声が聞こえる。聞いておかしくなる人さ、
なんかどんどん増えてない？こっちマスクつけてる人まで見かけるし。基本的に牛タンは輸入品です。そう。っていうか体調もそうだけどさ、なんか変なこと言い出してる人いない？世紀末がどうと、どうのとか、地球温暖化は人間の現在がとか。あのさ、そういうのほっとくとどうなっちゃうのかな？実はね、昨日からうちとパパがさ、コロナなもうダメやん。本当に？バッドエンド？基盤だ世界っておなら臭そうですね。大人って牛タン食わないから輸出してんかな。そうなの。グッドモーニング。おいおい、みんな顔色悪いぞ。期末で進級決まるからスタディしまくりか？肝心なこと忘れてないか？あとワンマンスでクリスマスだろうが。ステディは見捨ててるか？俺は特に見捨ててるぞ。じゃあハッピークリスマスから問題だ。はい、どうも、シンプルさんいらっしゃいます。はい、ペルスナやってます。では、モテるかモテないか、診断も兼ねて、心停を。なんじゃい？英語圏で通じないクリスマスの綴りはどれだ？綴り？クリスマス、クリスマス、クリスマス。ではあるよね、わら。これは見たことあるような気もするんですが、こうね、これはもう正確な、あれでしょう。これがダメってこと？牛鍋と書いてカタツムリ。違う違う、こっち？新手をシングル決定ということ。辞書を見たら分かるが、アポストロフィは必要ないんだぞ。そうなの？これは日本独特の御用らしいな。そうなの？じゃあ僕は日本のせいで、日本の御用のせいで騙されたってこと？これは日本独特の御用らしいな。みんなもケーキ買うとき気をつけろよ。夫婦ついでに追っててやるが、二人で食うケーキはうまい、マジうまい、うるせえ。ははみんなも実感してみる。本当はエロなのにシンプルにされた。ねえ、選んだことは間違いだった。ちくしょう。なんでアポストロフィーがつくようになったの？じゃあ逆に。日本ではね。ようわからんすよね。そうそう、セーブしとく。なんかやたら黄色多いけど、できた？何言ってんですか。ねえ、霧なのになんで白くなって黄色っぽいの？へなの？へだから？臭いから？メタンガスの色、帝王、ヘオ瓶に集めてるの？集めてどうすんの？米減ったね。そんなもんですよ。メルカリでアイドルのヘの瓶詰め売ってないの？皆さんだって米とないけどねえ、し続けるのも疲れるんでしょ。あ、さあね、なんどうなったんでしょうね。はい、コミュニティフォローありがとうございます。みんなスタミナを使い切ったかねえ。コメント打つだけで何バテてんですか。こっちなんか配信中ずっと喋りまくって体力使ってるっつのね。だらしね。イエーイ、ていちゃん、イエーイ、イエーイ。トンネルズのハンマープライスでグラドルの残り湯とか、キス口のグミとか売ってたよな。昔ありましたね。あ、何が？おにぎり逃げる体力は残してます。そんな体力。ごめんなさい。何痩せてから息になってよ。帝王チンポしまえ。何言ってんの？帝王は体脂肪率 100% はこっつ。はい、どうも752個目さんいらっしゃいます。はい、ペルスナ4やってます。
日本でも今は月クリスマスないみたいよ。昔のゲームだから言ってるみたいよ。そうなんですか。てかなんでつくようになったの、そのアポストロフィーは。ねえ、誰がつけたの、バカじゃないのってことでしょ。ねえ、英語知ったふんなあれしてつけて、ねえ誰がつけたの。ごめんなさい。あなた日本人が勝手に省略してるんだぜってつけたんじゃね。ねえアホですよね、英語知らない分だね。ねえ恥ずかしい本当に。ねえ御用を広めるなっつう話ですよね本当に。帝王お子なの、今日は毒づくねえ笑。帝王は英語ペラペラだからね。英語ねペラペラだったらいいですね。やることないよね。まあやるっていうかイベントやりたくないからもう飯食うだけで日付進めますよ。帝王がペラペラなのハジアの恥さらし語だよ。どういうこと。日常パート飽きてきた。へえ、やっぱなね、ちょっとだれてきますよねそろそろ。一応パーティーメンバーね、ランクマックスしたからもういいんじゃない。他、無理やり、ね、あげなくても。と思うんですが。日常パートがおもろいのに。そう。もうサクッとクリアして必須イベだけでいいわよ。帝王はハングルが読める。そろそろエッチシーン欲しいところですね。ゲームエッチシーンないでしょ。でもチリストマスを省略してクスマスって書くんだったらつけたくなる気持ちもわかる。速攻でバンされるぞ。どういうこと。期末テストだ、学校行こう。うん、死んてよ。見るこの天気。なんなんだこれ。絶対異常だろ。聞いたことあるかこんなの。今日から期末だけど、正直これはテストどころじゃねえよ。どこが決まんだ一体。ねえ、心配だ。惑わされるな。霧が体に悪いって話、最初は絶対邪魔だと思ってたけど、患者どんどん増えてるよな。マジ、感染ね、コロナですか。それ以外にもいろいろと妙な噂広まり出してるし、クソ嫌な感じだぜ。コロナなだからテストどころじゃねえな。ねえ、学校休まなきゃ。感じた？テスト1日目、ね、8を表す言葉を次のうちから選びなさい。何でしたっけ8って何でしたっけ。僕と農具。8ってタコだからオクトパスでしたっけ。だからオクトだっけ。でもオクトパスってでもねえ、オクトパス、ねえ、でもなんでオクトーバーってなんか聞いたよね。何、え、頬杖をつくときどこの筋肉が弱ってると言われる。どうでしたっけ。背中から肩、背中から腰、肩から腕から肩、腕から腕は感じない。背中から腰、背中から肩って言ったっけ。次は、ヒゲの役割で次のうちから何でしたっけ。汗もじゃない、頭傷、体の毒素、これって毒素とか言ってたっけ。体脂肪率 100% だから骨も筋肉もない。どういうこと。毒素、バーゴダニア表現がな、どの国と、チリとアルゼンチンで、さっきあったよね、アルゼンチンとかチリ。
次は、話し声が聞こえる？あー、こんなんじゃ部活できないよな。体調悪いやつも増えたし、参るぜ。聞いて、一体いつ晴れるんだ？でも先輩、やる気ない人も来なくなったじゃないですか。今残ってるメンバーだけで十分ですよね。案外、霧のおかげかもしれませんよ。え？まあ、確かにそうかもしれねえけど。そんなにあれなんですかね。てか、本当にそんなにね、あれしてる人いたら、さすがにテストでも学校休むでしょ。ねえ、期末テスト3日目。結婚ウェディングの方で、次からね、皆さん何でしたっけ、掛け金か。で、A も何にして、入れる。これは正解の予感がする。ゲームの5年ともなった2曲、オセロの作詞を選びなさい。何でしたっけ？シェイクスピアだっけ？どっちが寒いかって最低気温のさ、さも答えなさい。どっちだっけ？南極の方が寒いんだっけ？30度ぐらい寒いとかって言ってたっけ？ミレニアム検証問題の賞金額を答えなさい。額いくらでしたっけ？10万100万だっけ？あれ、どっちだっけ？10万ってでも1000万でしょ。100万ドルじゃなかったっけ？日本円で1億円。ねえ。100万ドル。すごいですよね。1億円の問題ですよ。せいちゃんのお小遣い。ねえ、100円だってしかも100円でもいいから欲しいですよ。話し声が聞こえる。ねえねえ、聞いた？真夜中テレビの噂。なんかこの街が廃墟になってる映像、見たって子がいるんだって。真夜中テレビ全然見てないですね。私の友達なんか街が霧で完全に閉ざされて、陸のことになるのを見たって。しかも霧の中から怪物が湧くの。っていうかさ、気づいた？霧が晴れなくなってからさ、前中テレビ、人によっては雨じゃなくても見えるみたい？もしかして、私らの街、どんどんやばい状況になってる？ねえ、だったら避難すりゃいいのに。ねえ、街の外に。この街だけ、ねえ、問題だったら。エンヤババアのスタンドやん。ねえ、ありましたね。ジャスティスか。ねえ、ゴッホが発見したものは次のうちどれ？何？肛門の働き、結核菌、無白菌で。こんな問題あったっけ？全然覚えてない、これ。ワクチン、微生物、肛門の働き。東京都の中でやばいので外に逃げていいですか？逃げて。肛門なんだっけ？結核菌。全然覚えてない。肛門？違った。ビーフ、ポークは何語から来た単語？何語？英語、フランス語、フィンランド語。フィンランド語、フランス語、ロシア語。全然覚えてない。フィンランド語。帝王語。違う。あら、外した。こんな問題あったって。明日に半備えて今日は早く休むのを休む。お迎えじゃない。12月。テスト終わったけど、なんかイベント来る？しかしさ、この霧、なくなんねえよな。天気予報じゃ初雪降るかもって話だし、こんな中で雪とか降ったらどうなんだ？ついにこの日が。ついにこの日？じゃあ風呂行ってくる。22時のダビスタ枠で会おう。はい、終わり。何？バッドエンド？まさか。もう大集合だな。霧がラスボスか。そこで会って一緒に来たんだ。
霧でよく見えない時あるから、みんなも固まってきてるっぽいよ。にしても、変だよな、ここんとこ。なんか寂しさ。じいちゃんと結婚しわらくて怖い、うんうん。ねえ、先輩の隣行っていい？この子だけは相変わらずだね。ダメ。だって、本当に見通し悪いし。ダメ。ブワ。まるで向こうみたい。向こうか。ちょ、先輩ら、メガネメガネ。僕みたいな頭の女おるやん。うん、そう。うん。メガネをかけると視界が少し開ける。ジェイちゃんのかなりはリスナーのものよ。何言ってんの？どういうことだ？どういうこと？っていうか、クマどうしたの？このメガネは向こうの世界の霧を見通すもの。いや、そもそもメガネをかけたら霧が見通せるなんてこと自体、普通じゃありえません。私にも敵が見えそう。本当？クマラスボスなの？どうなの？あっちの霧がこっちに漏れてるとか？当たりっぽかった？いつもの調子で流されるかと思ったのに。ただの思いつきですから。空気が重い。とにかく今日で試験終わりだろ。ちゃっちゃと済ませて放課後特捜本部に集まろうぜ。クマは今駆動神域になってよ。本当に？クンク島の女のメガネがウルトラアイの色違いに見える。クンクあったもん。テスト最初まだ、どれも馴染みの問題ばかりだ。かなり手応えを感じる。一部の専門家からはこの霧が有害な物質を含んでいるのではと危ぶむ声も出始めている。霧の発生原因や実情の究明に至急取り組むべきとの声が出され、政府による予備調査が始まったが原因の特定は難しいとの見解が大勢だって。この霧ってマジでヤバいもんなわけ？町とかさっぱり人引けちまってっすよ。つーかここもっすけど。みんなこの霧を怖がって出歩かないみたい。まさにコロナですね。まさにコロナのやな。昔のゲームも今も同じか。それ以上のことはあたこちんぽかっぽんね。ダメな、使えんなこのコマ。あとはここに生ための略歴と事件についてがまとめてあります。生ため？最初の被害者は容疑者と愛人関係にあり、そのもつれから殺害に及んだとみられている。同4月、第2の被害者小西咲さんの遺体発見。詳しい動機を追及している。追及？7月には同じく稲葉市在住の少年による模倣殺人が発生。一時はこの少年が全ての容疑者と見られたが、捜査の進展により生ため容疑者が浮上。先月、稲葉市在住の7歳になる女子児童を誘拐に及んだ際、容疑者は警察により逮捕。生ためはまだどこかの病院に収容されていて、詳しい取り調べはこれからのようです。やっと終わったんだな。コロナが終わったら政府と疲れるな。そう。はい、ふんこさんいらっしゃいませ。こんばんは。あとは立件されて罪が確定するのを待つだけか。本当に立件できるのは生ためや罪を認めるのか。自分たちの役目は分かった。本当に立件できるの、どうなんでしょうね。生ためや罪ね。
もう雪は落ちるな。お前のおじさんなら必ずこぎつけるさ。でもあいつ言ってること明らかにおかしかった。自白でテレビの世界とか言い出した場合、なんとか鑑定で引っかかったりしないのかな。証拠が不十分だったり、状況証拠だけだと立件は難しいって聞いたことある。確かにそういう事件や犯罪者も多いです。ある意味犯罪捜査の永遠の命題ですね。捕まえても裁けねえってのか。その可能性もないとは言えないってことです。だそりゃ、あいつがやったって俺らはみんな知ってんのに。ねえ、でもペルスナの証明なんてどうやってすんの。大体殺すことが救済とか、あんまイカれた野郎放置できねえだろ。裁くのは俺のスタンドだ。精神がどうとか、そんなんで済まされちゃたまんないぜ。スタンドだから俺が裁くって丹羽太郎が言うんでしょ。ジョー太郎でしょ。ベニーキュースシュトラーゼを思い出す。スクール水着で作ったマスクが出たらしいよ。嬉しい。いらない。いや、先輩や山のアナだけじゃない、モロキンだってあいつの犠牲者だ。あいつがいなければそれを真似ようなんてやつも出なかった。今ナナコちゃんがあんな状態なのだってあいつのせいだろ。そう、今ナナコと新しい子たちを買いに行く約束をしていた。どうしたの。いらないって本心殺さないでブワ。みんなにナナコとの約束を話した。こたつすか。こたつ、あ、じゃあ今から見に行こうよ。戻ってきてこたつあったらナナコちゃん喜ぶよ。おいおい、そういうことは早く言いたまえよ。扱ってるぜ、もうシーズンだからな。帝王はブラのマスク入手してたから、スク水野ももちろん手に入れるよね。何のこと。こたつの中で。こたつ、やっぱこたつって言ったらみかんがセットだよね。ベタで最強。そういえばエロフィナーレの店が被害で取材されてた。こたつでイチャイチャするジーピリネキ、足でコープンされますよね。組み合わせでしょ。さあ、そのコンボはブレーカー行くな。チンとかした拍子に。そうだ熊吉、こたつ初めてだろ。あったかいぞ。チネッチ、帝王はセレブだから床暖房でこたつなんていらないんでしょ。まあ玉戸まぎ中か、こたつの中ではすごいことになってるやつですか。さあどうでしょう。まだここにということ。みんなは約束を果たしてくれたから、クマはもう帰らないと。そうですね。でもナナちゃんが元気になるまで帰りたくない。いていいっての、なんか言わせんだお前。目が覚めてクマくんいなかったらナナコちゃんがっかりするよ。 けど花輪くんかよ。クマはナナちゃんを助けてあげられなかった。家帰ってください。へへ、そうバカね、みんなで助けたじゃない。犯人だって捕まえただろ、おめえがいたおかげだ。今ナナコちゃんも頑張ってるのに、そんなこと言っちゃダメよ。みんなこの3人の大きさってどういう順番。さあ、ここにいていい。先生、クマ感激。ナナちゃんが戻ってくるまでクマが先生のそばにいる。うちには来なくていいよ。お前んち今一人だもんな。そうだ、ナナコちゃんのクリスマスプレゼント。なんてクマ、帝王と同じ格好してんの。知らない。いいかも、きっとそれまでに退院できてるよ。
俺のツケとか言うのはなしな。ほんとなしな。言っとくぞ。失礼だな。そんなことするわけないじゃん。お前の見立てたこいつの服、後でレシート見てちびりかけたっつの。おかげで何日バイトさせられたと思ってんだよ。それはさ、ジュネスクリスマスプレゼントにおにぎり逃げろうか。おにぎり。わあ。わあ、てかもう2時間超えてますね。これどう？セーブできる。労働は義務です。里中さんは、はい、いらっしゃいませ、マセコ。必要な体制も作ってほしい。そう。うわ、なんだと？財閥なのに。ない。やだな、ベベたち。クマのために喧嘩は。すっごいだろ！やっぱこの人おかしいですよ。どこが笑えるの？先輩たちほっといて。プレゼント考えよう。8歳と9歳と11歳の時も僕はずっと待ってた。何を？女の子が欲しがりそうなもんな。ヤンデレになりそうだよね。やまびこ。ベイベイたち。ナナコちゃん、何をプレゼントしたら喜ぶでしょうか。あなたよりはましです。ゆっこのスイッチは常人と違うからな。帝王を指して私も死ぬ。クリスマスプレゼントだろ。クリスマスプレゼントだろ。そうでした。リセチ人形、クロスト人形、リセチ人形。スイッチ。喜ぶかな。カードもだ。あれって微妙に子供向けじゃないんだけど。アマギフだよ。アマギフ。まあいいか。可愛くできてるし。じゃあ、ナナコちゃんが退院したら、お前んちでパーティーだな。よーし、じゃあ張り切ってケーキ作るか。子供にエッチフィギュアあげるとは。いいエッチじゃないでしょう。すっごいケーキにしたいね。やめなさい、ナナコちゃん病院に送り返す気かよ。リセチ人形もらったら何するの、うん、さあ何するか、ね、モルギフだよ。うん、足立からだ。テイちゃんってフィギュア持ってる、うん、もしもし、その、落ち着いて聞いてね。え、何？ナナコちゃんの容態が急変して。え？すぐに病院に来てほしいって先生が頼んだよ。え、マジ？とにかく病院へ。え、ナナコちゃん死んじゃうの？帝王ウイルスが発症したか。ゴミ屋が山田。え、マジ？帝王が殺した。急変って治ったの？え？だいや、悪化したんでしょ。どうしても医師から説明を受けている。死なない？さっきから病院中がやけに騒がしい。先生、この君、毒なんでしょ？ウイルスなんでしょ？テレビでやってました。急変って悪いことしか言わんの。さあ、どうでしょうね。落ち着いてください。それはただの噂ですから。嘘つけ。本当はちゃんと薬があんだろ。俺たちを見殺しにするじゃん。ワクチンないの？クソじゃん、あなた見殺しにするわけないじゃん。何言ってんのこのアホは。そんなことあるわけないでしょ。薬がないから見殺しにしてんでしょ。だからあれほどホテルで経過観察しろと。特効薬もないです。コロナなんです。苦しんでんだぞ。マジコロナ。今は状況を見守るしかないんです。ですから堂島さんも自分の病室へ。俺のことはどうでもいい。それよりナナコ。ああもうダメだ。堂島さん。ナナコ。手加するようなこいつら持ちや。どうかナナコだけは。最善を尽くします。とにかく一旦廊下へ。堂島さん、どうしました？今夜が山田、P4 はコロナを予知してた？どうでしょうね。そう。堂島看護師に付き添われ、自分の病室へ戻された。
てかもうそろそろ時間なんですが、セーブできる？おい、なんとかならないのか。お前の住んでた世界のことだろう。なんかわかんねえのかよ。風呂から戻った、お絵かきしないで待っててくれてありがとう。お絵かきする時間ないかもですよ。くそ、なんであんな小さな子がこんなことの犠牲になんだよ。ねえ、いいですね、落ち着け、みんな同じ気持ちだ。俺、悔しいっすよ。ななこちゃん、大丈夫だよね。ここからしばらくセーブポイントないね。嘘、マジ？ないの？君たちまだここに？どうすんの？終われないじゃん。七子は犠牲になったのだ。大島さんの様子はどうですか？どんぐらい？しばらくセーブポイントない。どんぐらいと遅いでしょ。あと何分ぐらい？どうなんの？傷が開きかけてた。どうすんの？あと今15分。だいぶないよ。じゃあどうすんの？どうすんの？もうここで今日終わっといた方がいい。明日仕切り直しの方がいい？どう？だいぶないって相当？我らのアイドル七子がどうなったって？ね、死ぬって。何が合格ですか？真面目に本当にない？だったらもう終わればいいじゃん。終わっていい？